こんな強く落としてんのにさ、見て。全然切れてないじゃん。ルックアモカです、こんにちは。はい、ということで今回は家族でタコパをしていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。タコタコ、うわ、これ一人カメラマンいるとめっちゃ楽だね。だって三脚を置いてこの角度にしてやんなきゃいけないわけ。これじゃでかすぎ。いや、いいか、いけるか。何でもいけるしょ。いいですよ、どんどんいっちゃいましょう。あ、食べた。何？目が痛くてネギじゃんあ、すごい取られてるチーズを剥く様を。すごい取られてるっていう人いないと思うよ、多分 YouTube 撮ってて。でもさ、ここまで綺麗にいくけど、こっから先わかる、ぐちゃぐちゃになる、ほにょってなるんだよね。俺ちょっとどうにかしてほしい。うん、綺麗に撮ると試しない。ないないない、一発で。確かに、いいよ。十字ですね。ですね。ストーンですね、これは。石？ストンと落とすのがいいです。あとは紅生姜ですね。今入れるだけですか。いや、水を絞りましょうね。あ、それはちょっと分かってます。はい、あ、すごい取られてるすごい取るじゃん。嫌い？紅生姜。俺はどっちかというと嫌い。いや、俺生姜全般ね、あんま得意じゃないのよ。だんだん食えるようになってきて。あ、じゃあ、いいか。で、まな板に出して。あ、刻む？イエス。で、最近あの牛丼とか食うときに、うん、ほんと、1個1個1個とかだけやって、って思いながら食ってる。いや、何のために。あの、苦手なんだけどアクセントとしてはいいなみたいな。え、私もう牛丼より紅生姜食ってんじゃないかってぐらい紅生姜入れるよ。いるよね、それ。いる。でも分かる、大人になると結構食べれなかったものが食べれるようになるよね。めちゃめちゃ変わる。もう嫌いなもんが好きなもん第一位になったりするもん。確かに。はい、ん？んグラムとあれって一緒だよね。一緒だよ。ああ、600にしたから。あ、すごい下手あれ、片手割りを見せてほしかったな。くしゃくしゃくしゃって音鳴ってるし。ここ映して。かわいい。かわいい。気持ち悪い。なんか、みかんの。こんなことないよね。200g 入れます。あ、すごい慎重だね。お菓子作りは一寸のクレームなく。あ、そうなんだ。絶対どうでもいいと思っちゃうけど、俺だったら。まあ、お菓子作りはそうなんだ。うん。まあ、たこ焼きなんだけどね。まあ、たこ焼きもね。お菓子みたいなもんだし。うん。来ました。最高。なんかコツがあるんですか？ダマにならないコツ。ダマにならないでねって。あー、願うこと思いながら。コツが弱い。いや、シンプルにコツ、水と卵を先にやることじゃない。あ、そうなのかな。だってさ、みんな粉からやんない。確かに。粉入れて、水入れて、卵入れてみたいな感じしない。これはもうカッツーさんの動画見たから。私は、あ、じゃあ概要欄に私なんかの影響何のありがたみもない。だから概要欄に。しかも死ぬほどダマになるイグダマじゃん名前出された方が迷惑説あるよ本当だよ、風評被害だわ、こんなの。はい、それでは本日をやることの発表をお願いいたします。本日をやることの発表は、はい、たこ焼きパーティーです。イエーイ。パフ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 。今日のメンバーを紹介しよう。今日のメンバーを紹介したいと思います。ネギタコ渋いよ。フィニッシュかチーズで調理する。いや、キムチ焼き鳥、それ用の餅。本当にたこ焼き用の餅。うわ、すごい、大丈夫ですかってやばいよね。え、なんかプラスチック溶けてますみたいな。そう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 、やばいよね。以上です。いきます。あ、そして明太マヨ。お好み焼き焼いてる時に1本盗む餅だよね、あれ1個盗んでやる、その上に。わかる。鉄板の端っこで勝手にやるんだよね、餅を。いいよ、やっちゃな。いきますよ。いいよ。え、あ、いい音していますよ。これさ、最初はさ、めっちゃ適当だよね。え、もう全部バーってやっちゃったらいいんじゃない。いいじゃん、いいじゃん。いいよ、いいよ。いいよ。え、でもさ、うん、いいよ。もう飲ましょう。じゃあ、いきます。ワッサー。具を入れてからがいいんじゃない。それじゃあタコ、なんか入れたいですよ。一旦タコに入れていっとく。うわ、すごいね。お餅も入れちゃいます。気持ち悪いこういうことですよ。そう、で、顔隠さないとネギどんなもん入れんのこれ。俺ネギ大好きマンだからさ。いいんじゃない、2回戦目できるぐらいで。あ、そうね、もう結構焼けてきてますね。あと、じゃあ紅生姜も汗が汚れるからじゃん。え、で、こう上から軽く。うん、いいよ。楽しい。見つけた。あ、でもまだだね。何か。だってさ、ギーってやったらさ、線が作れるぐらいにしなきゃダメじゃない。あ、でもこう線作れる。どうしたらいい？え、さ、これさ、どうやったらどこにある線があるかとかわかんの？え、勘？大体わかる。
こっちないわ、線こっち見つかんないわ。ここにさ、じわじわあ、膨れ上がってきてるこんなに待つもんなんだね、たこ焼きって。なんか、急げ急げみたいなイメージあったけど。はーい、差し入れ。Thank you。 何？めちゃめちゃ差し入れある。うちらが買い物したより多いレベルの差し入れ何その、なんかペアルック的な。いや、やばいよね。合わせてきたの被害者。え、いい感じじゃん。火力分散してるわ。おいしい表現あってはならないな。何？あのさ、これさ、あのさ、高校の購買。え、で俺高校時代毎日のように飲んでたよ。言ってたよね。大粒飲みそのままだよ。だえ、それバカうまいよ。ねえ、タコパするよって言ってるのにお寿司こんな買ってくる人いる？イエーイ。イエーイじゃないのよ。パーティーはやっぱりやばすぎる。え、ちょっとじゃああなたここに座って食べたよ。はい、いただきます。釣り込みの人じゃん。あ、やってる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 。え、なんでタコパしてる後ろで寿司食べてんの？やばいよ。見本よ。お、綺麗にできたよ。初めて。よいしょ、どこいしょ、じゃんじゃん、パンパン、よいしょ、よいしょ、どこい、ポンポン、シャンシャン、シャンシャン、リンリン。はい、パシャパシャパシャ。オッケー。では食べます。はい、どうぞ。みたきゃ全種類です。全種類、大嘘つき。あ、俺には取ってくれた。なんだ。青のりは好きですか？はい、好きです。はい、いっぱいかけなくて、これくしゃみしちゃったらバーって言ったやつだよ、この量。いただきます。あれ、すごい。チョリソーうまっ。あ、こい。あ、うまっ。チョリソー。ふふ、できない、あんまりかつお節が乗ってか。あ、こい。で、口に含んだ瞬間、むせて、うん、今かつお節回っちゃった。え、うまっ。何が一番美味しかったか決めようね。キムチうまい。なんかトロトロな感じでいいね。うん、上手。美味しい。餅はさ、なんか正直中トロトロだからさ、トロトロになったら餅が入ってても全然わかんない。味が薄くなるだけ。残念。だから明太餅チーズとかじゃん。うん、餅だけって。チーズの破壊力やばい。チーズとたこ焼き一体化してる。全部チーズみたい。これなんだ。うまーチーズ。チーズすごくない？うん、もうチーズ食べてます。メンちゃん美味しいね。ちょっとソースチーズ分かんなかった、うん、俺3番目に食ったのが餅だと思ってて、4番目に食ったのが餅だ。じゃあ3番目チーズだ。やばいじゃん。じゃあびっくりして、どう言ったらいいの？こう言ったらいいのかな。うん、実は違う種類になる。あ、食べない。はい、はい、うわっ。ねえ、やらして。なんかでもさ、空洞なんか、うん、一旦この辺で、なんか具をいっぱい入れちゃえばいいんじゃない？お寿司入れちゃえばいいんじゃない？よし、いけ。え、これいいじゃん。それいいじゃん。これやってみようよ。マグタク一番少ないやつ。あ、いいじゃん。うん、いいじゃん。やってみよう。欲しいかもよ。3個作って。あ、やばい。隠れないね。もう、頭飛び出してる。ちょっとかわいい。え、丸くなんないかな。うん、そうだね。うん、だけど。てか全然足りねえわ。あれが全然足りないわ。ダメだ。ちょっと作ってくる。急げー。さっきより銀だこ感が増した。間違いない。どうする、これでもし1位のり巻きだったら。それはもうのり巻き食ったんだよ。もうたこ焼きじゃなくていい。確かに。いいよ、お寿司が可愛いよ。可愛い可愛い。溺れてて、ひょってなってる。可愛い。何、おソース？はい、すごい、なんか育ちいいみたいな。おソース、おソース。おソース。ん？焼き鳥めちゃめちゃうまい。ほら、俺焼き鳥ないよ、絶対。変な取り方さ。え、ない？じゃあそっちにあるよ。色がさ、濃いのが焼き鳥。あ、焼き鳥。焼き鳥うまいわ。うん、めちゃめちゃ青のりが歯に詰まってる。そういうもん、たこ焼きの醍醐味。美味しい。なんじゃこりゃ。負けもんだよね、これ。うん、え、もうなくなっちゃう。あ、いっぱい。今度買おう。これね、あとね、みかんがあったの。みかんは多分普通につぶつぶが入ってたけど。ん？めちゃくちゃ大きいのが。こんなでかくない。うん、これ。はい、じゃあどれが一番美味しかったですか？ちょっと待ってくださいね。これドーンドーン。マジ？はい、決まりました。いいですか？はい、青のりついてないですか？え、すっごいついてます。あ、ついてない。青のり今日つけたまんまいきたいと思います。それでは第3位、せーの、せーの、
チョリソー。なに何だろう。タコ。あーチーズ。チョリソー。合いませんな。合いませんな。2。せーの。チーズ。あ、思い出した思い出した。そうなる。焼き鳥。うん、何焼き鳥。ほら堂々の第1位はせーのチョリソー。チョリソー、チョリソー、そうだよね、チョリソー。マジ私は焼き鳥チーズチョリソー。チョリソー焼き鳥チーズチョリソーキムチタコ。タコは3位に食い込ませたんだ。チョリソーが圧倒的に問題だった。チョリソー美味しかった。全部チョリソーでいいって感じ。マジマジマジ。上手だね。しかもそろそろ充電がもうやばい。やっぱ生放送にした方が良かったね。でもさ、のり巻きは醤油かな。いやでもやっぱたこ焼きだからソースでしょ。ソース、うん、そこはフェアじゃないの。そこがフェアじゃないの。のり巻き食べてみちゃおうよ。え、いやそれやば。ソース、ソース、あ、焼きおにぎりになってるこの部分だけ、ね、ソースそれはソースだよ。どうする焼きおにぎり。はい、みんなで行こう。一斉のマグタク巻き焼き。マグタク焼き焼き。いただきます。いただきます。あっぽっ、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 うまいよ、なんかよ、よくわからん。そんな熱くねえや。涙するほど熱くねえや。おいしいけど、そのまんまでいい。なんか醤油かけて食べたい、普通に。あったかいネギトロって美味しいんだなって思った。ちょっとさ、こんなになったんじゃない。なんか、分かった。これさ、たこ焼きさ、食べ終わってからさ、ここにマシュマロやりたいのよ。マシュマロだけ乗せんの。そう、で、マシュマロ乗せて、これを入れるの。フルグラ。美味しいの知らない。チョリ焼き食った時に、口の中が急に、なんかちょっとディズニーみたいな感じになる。あれじゃない、わかるの。こういう硬いパンにさ、そういう感じ、そういう感じ。あるよね、ディズニーシー。こういう焼きマシュマロをやりますよ。こんにちは。どうなったら成功なの、それ。溶けてぐじゅぐじゅになったら成功で、ここにこのこれを入れるの、フルフラを。ちゃんとこれ一口サイズのあのビースターみたいになってるの、ほら。すげえ。これ知らないよ。ベビースターやん。そう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 。なんかもっとグツグツなる予定だったの。トロトロになるじゃん。そうですよ、こんな焦げ目がつく前にってことですよ。そうそうそう。よくオレオみたいに挟んで。それだ、焼きマシュマロ食べるじゃん。確かに。もうこれ、たこ焼きに入れてるんだ。たこ焼きどう。なんかでも、すごいさ、見えてんの。たこ焼きは焼いてる人に入れる。え、気持ちいいよ、やる。やるやる。うわいい。今の反応を見てやるか決めようと思った。なんか可愛いんだよ。可愛い。あーすごいことない。あーだだだだ。取って完成やな。取って冷ます。え、すごいじゃん。あらあらあら。美味しいんじゃない。でもそれ、やつじゃない。怖い怖い怖い。ちょっと手じゃない、手じゃない。ふうふうで食べようとしたんだよ。え、いけんの。余裕だよ。マジ犬舌。犬舌。俺猫舌じゃない、猫舌じゃない。全然美味しくない。どう、うまい舌。どう。まずい。普通。うん。何食べてるか分かんない。なんかね、思ったよりマシュマロが固まるよ。あ、ほんと。冷めて、うん、美味しい。美味しいって、美味しそうではないけど。美味しい美味しい美味しい。後から来るタイプの美味しいな。美味しい。キャラメルみたい。ほんと食べてるからじゃない。めっちゃ美味しい。キャラメルみたい。あ、ガオガオか。ね、あ、え、マシュマロ嫌いなの。ガオガオか。ガオガオか。キャラメルのアーモンド入った飴。うん、うん。あのさ、あれ、あのクランチ、なんだっけ、薄い板みたいなやつのやつ。ねえ。アーモンドが入ってるんです。そう。ナッツが。そう。ツルミが。なんだっけ。キャラメリゼだ。あれ？あ、フロランタン。あ、フロランタン。フロランタンの味。すっきり。おててパッチン。せーの。ごちそうさまでした。大丈夫かなこの動画。ダメだと思う。使うところなんもないよ。よろしい。チャンネル登録と高評価してね。チャンネル登録よろしくね。
チャンネル登録よろしく。